ちょっとこれだとどう？今 Wi-Fi 切りました。中継機なんでつけなかったんだ。中継機つけ、いや、中継機あるよ。あるけど今外しちゃった、さっき。中継機今からつけても使えるのかな。でも今日はいいや。中継機つけてみたら、いや、今だからさっき外しちゃったんだけど、中継機もね、ちょっとね、一瞬落ちると思うっつうか、なんつうか。中継機もあんまりね、あんまり俺ね、そうなんだよね。まあこれも別にすぐ接続されないからいいんだけど、今日は、まあ試すだけね。今日は、でもすぐ繋がんないから。今これけど、今、Wi-Fi 切ってる。Wi-Fi 切れば、まあ、ここは 4G 安定するから、ね。これちょっと今、おならじゃないよ。おならじゃないからね。やべえな、俺、マジで。やばいね。ちょ、考えます、いろいろ。メッシュ Wi-Fi は、だからメッシュ Wi-Fi で俺買ったやつ。俺買ったやつメッシュ Wi-Fi だよ。お風呂配信するとね。のこさん久々何してた？何もしてない。ずっともうなんか、まあ仕事もまあまちまちあったけど、なんかね、ずっとね、鬱っぽい感じだったんだよね。ブツブツ？今大丈夫？今大丈夫で、今大丈夫ですか？見れてる？見れてる？あ、大丈夫。大丈夫。ごめんね。見れてるよね、みんな。動くとカクつく。なんで？動くとカクつく。今だってさ、あれよ、4G 回線。嘘。今だって 4G でさ、別に普通に電波あるよ。何それ？ちょっとなんかもうわけわかんねえ。全然大丈夫。いや、今は大丈夫でしょ。だって 4G で普通に回線あって、マジ大丈夫。今は大丈夫のはずだよ。え？嘘だ、なんでこれ。ちょっと待って、意味わかんねえ。嘘。意味わかんねえ。俺普通に 4G の電波あんで、今。何これ。ちょっと待って、やべえな。ちょっともうさっさと風呂入るわ。ごめんね。ちょっとさっさと風呂出るわ。今は大丈夫。今入り直したら治った。ちょっとさ、入り直したら治った。ちなみに今は全然 4G、Wi-Fi 使ってなくて、4G ね、全然あるんだよ。4G 回線、ビンビンに。ビンビンに突っ立ってて、で、画質下げて配信してんだよ。画質も下げて配信して、ね、電波が弱い人用の。全然電波あるよ、4G。おかしい、おかしいよ。何これ。意味わかんねえ。さすがに。さすがに意味わかんねえ。いや、安定してて当たり前なんだよ。だいぶデコ来てる。固定してればいけそうってのがおかしいんだよ。だから、その俺のおかしいよね。なんかやっぱ、いろいろと。いや、俺なんかおかしいよね。髪の毛は少なくなるに決まってんじゃん、こんな。
日々こんなことばっかなんだから。髪の毛だってストレスでハゲ上がりますわ、うん、ちょっと俺もう出るわ。とりあえずまともに風呂配信もできない。いや、ツイキャスの問題じゃない、うん、iPhone 初期不良を疑った方がいい。いやー、多分それもなんかわかんない。もういいや、ま、いや、前は大丈夫だったから、いや、前は大丈夫だったから、前のバッファロー、うん、前のルーター買い替える前はとりあえず大丈夫だったから、とりあえずもうね、わ、もう、まあだけど、せっかく 買ったから、もうちょっと試したいんだよね。せっかく買ったからさ。もうやだなぁ。今日もう、あれだ、もう、心療内科で、病んでます。うつですってよ。うつがひどいですって、今日あれ心療内科行ったら、うつがひどいですって、うん、ルーター変えて新しいルーター電気屋さんで買って、それなのにツイキャスがうまくできませんって、あの、とっても今鬱ですって、うん、電波が弱くて弱くて心も弱くなっちゃいました。ちょっと出るわ。変えたばっかって安定してないと、変えたばっかだから安定してないとかってあんの？知らん。何？我が家に馴染ませたらね、我が家 に1週間ぐらい馴染ませたらよくってのもあんの？いやもうだ、いや出るよ、もう、うん、もう出るよ今日は。まともに配信できるね、今だってまともに配信できてんのかよ。そう、ちょっと俺夜もやるかな、帰ってきたら夜とか。うん、帰ってきたらまたちょっとテストしよっかな。帰ってきたら夜とかまたやってみよっかな。そうそうそう。いや、ちょっとね、今日ちょっとごめんね、いっぱいちょっとコメントくれたのに。ちょっと今日俺ちょっと今 Wi-Fi で提案ワイヤーしてるよ、新しいやつで。こんな、まあなあ、もうね、はあ、こんなことなあ、いや、昼間のにかっかく杉が足りてないく、もういいよ。ああ、もう、すすぎが足りてねえし、もうこんなんハゲちゃうよ。ヒゲも剃ってない。いや、多分また電波悪くなると思うから、これリビング行ったら、これ今中継機つけたからさ、ちょっと Wi-Fi に変えてみていい？今 Wi-Fi つけてみていい？中継機つけたから、うん、中継機がちゃんと作動するかわかんないんだけど、つけたばっかだから、ちょっと試してちょっとやってみていい？今、ああ、ちょっと試して Wi-Fi つけてみるね。今 Wi-Fi つけて、今 Wi-Fi つけた、とりあえず今のところはここはまあ大丈夫なんだよね。
今 Wi-Fi つけて中継機にくっついてるからわかんねえんだけど、ここは大丈夫。肝心のお風呂ですよ、お風呂。お風呂。お風呂行ってちょっとどうなるか。うん、いや今もう服着たんで。そう、動いたらもそうだし。おい、くそ、もう踏んだり蹴ったりじゃん。飛んだり蹴ったりじゃん。もう俺どうしたのって、これが絡まった、ドライヤーのこれと紐が絡まった。もうさあ、ダメだな今日。もう俺心療内科行く道中で事故らないの気をつけよう。なんか、行くね、今から行くね。中継機も一応今作動してんのかな、これは。わかんないけど。中継機に繋がってるかわかんないけど、ちょっと行ってみるね。これで、ここら辺でさっきここでね、こうやってやって、ここで、まあ、え？どう？どう？動いてる？いけてる？今はいけてる？いや、いけてんの？今いけてる？ダメって人いるね。なんかダメって人と、なんかダメじゃない人いるね。でもまあダメじゃないんじゃない。うん、ほらカクカクしてる人いる。でもね、僕の画面の方も、あのね、電波不足が発生してますって出た。電波不足が発生してますって出たから、いやー、なんなんだよマジさー。そう、電波不足が発生してますって出た。お風呂配信できねえじゃん。やだ、ほんと。いや、意味わかんねえ。ストレスになるね。ほんとだよ。うつ病にもなるし、ストレスにもなるし。お薬増やしてくれませんかって。ね。うん。デパス飲むしかねえな、その、デパス。デパスに変えてもらうしかない。俺のリーゼよ。俺のリーゼをデパスに変えてもらうしかないから、俺。いや、でも本当にね、ちょっとね、ショック。本当にちょっとショック、マジな話。マジで、ガチで。いや、これみんなってそうだろ、お前さ、新しい、で、たっけえさ、ルーター買ってきてさ、それでさ、全然ね、ネット繋がんねえってさ、YouTube 動画見れないとかになったらさ、そりゃショックでしょ。今日のことも喋るよ、当たり前じゃん。てか見られてるかも、全然見られてる可能性あるからね、俺先生に。うん。心療内科の担当の先生に。ね、そしてイライラするし、ショックでしょ。切れてね。うん、買ったのにダメなのイライラでしょ。ライフラインだ、そうだよ。初期不良、いや初期不良とかな、まあ、いやもうね、これはね、もうね、これは俺んちのね、もう団地っていうところで、もう俺んちのね、環境がワックスだってことで、うん、先生どう反応したらいいんだよって。え、それはもう聞いて、何でも聞いてくれるからね、何でも聞いてくれるから、プロだから。そう、今日は大変でしたねって、はあ、ちなみにあとこっち行くと、そうそう、でもそうツイッター見て、そうだよ、だから全然配信を見てる気もあるかもしれない。
こっちこっち行ったらまた多分ダメなんだろうな。だってここにあんだよこれ、俺買ったやつ、これいいやつ、いいやつ買ってさ、もうだってここ、ここだよ。てかなんで今ダメ、今電波不足起きてんだてめえ、おい、なんで今電波不足起きてるんだよ。今も電波不足って出た、意味わかんねえなマジで。ちょっとマジ今意味わかんねえ。実は動いてないじゃない、いやな、それはないえ、なもう意味わかんねえって。いやお前ほんといい加減しろ、ケトルじゃねえ、ほんといい加減しろてめえ、ほんとこんな近くにいんのに電波不足が発生するわけねえだろてめえなあ。いや多分ね、いやこれはね俺がバカだから、だし俺なけど何もいじってないんだよ、何もいじんなくていいよね。これパスコード入れ直してみる、え、ちょっと待って、いや多分ね何もいじんなくて全然大丈夫だと思うんだよ。うん、いやでも切れるだろこんなんさ。うん、心の距離があるんじゃない、心の距離どんどん離れてくるだろこんなん。おい、ほんと二人三脚でやってこうぜマジよ。ええー、てよこのルーターほんまかってないが、ほうきゃからケトルじゃねえってケトルじゃないよこれ、お前らこれ近未来な、電源切ってみるとか再起動してみよう。あのこさん近くに家電があると影響あるらしいです。ああ、そうだよ、それも別にさ、うん、知ってるよ、家電があるとって別にさ、別にこの人並みだよ、人並みの家電の距離感だよ、テレビあるわ電子レンジあるわ、うん、そんぐらいだよ、人並みの感じだろこれ別に。まずは一緒に酒を飲み交わしてみよう。ルーター不良品、いや不良品とかじゃないと思うよ、さすがに、さすがに。いやなんか俺本当にね、まずやっぱ自分家の環境が、俺がバカだからっていうのを自分を疑っちゃう。これ持ってるやつさ800人いたら1人ぐらいいない、叩いて直そう。うん、こういうの何も押してないからな。加湿器じゃねえってだからこれ、や加湿器だったらお前こんな魔法の煙が出てきてんだろ。うん、隣人が使ってるんじゃない、冷蔵庫で冷やしてみよう。いやーもう冗談じゃねえぜ設定してないのかなって。いやだからこういうのって最初から設定はされてるんで、俺ちゃんと設定してるよ、当然繋がってるよ、設定してたらそうバカなことしてねえよ、うん、ちゃんとそれは繋がってるんだから Wi-Fi が。一度コンセント抜いてみませんか。ちょっとコンセントね、じゃあ一度コンセント、いやでも今はとりあえず安定してるからまだいいや、ちょっといいやもう、うん、お湯も沸くだろ、はあ、まあいいや、ちょっとごめんね、ちょっと今日ショッキングでもう本当に Wi-Fi ショッキングですよ。服着せた、今 Wi-Fi 今まだ Wi-Fi だよ、うん、落ち込むよ、ため息しか出ないよ朝っぱらから。お疲れさんです。自律神経見られる、速度測ったことある、あるよ、スピードテストしたことあるよ。だから俺前回のあの買い替える前のバッファローのやつとスピード買い替えたんだけど同じだったんだよまあでもまあ同じだから配信もね全然同じ感じでできると思ったんだけど、こんな感じだからあるよ、スピードテストある、アプリも入れてるし Google でもやったし、
なんかいろいろ、まあもうこれは目に、電波なんか目に見えないからね、もうほんといろいろ、いろんなね理由があるんだよな、こればっかは。うん、モデム交換したら治るかも。あー、だからモデムフリーも俺だから NTT のもう10年前のモデム使ってっからな。それもあるかもしんないけどさ、モデムね。まあとりあえずね、うん、ちょっとまあ前のやつあれね、あの治ってるから、うん、 Where the big monkey っていうこと、なんだこいつ、電波不足がまだ発生してますって出るな。くそ、意味わかんねえ。うん、もうため息しか出ないな。いや、閲覧関係ない。ちょっとまあまともに配信できないとちょっと配信者としてダメなんで、時間は大丈夫。ああ、まだ大丈夫。ちょっと、うん、まあそろそろけど終わりにするよ。心療内科予約してるよ。予約、うん、ちゃんと予約してるから、その時間に合わせてそう行く。ゆっくり頑張ります。無料で交換、まあまあいいや。金杯コラボおてなんで、一人で行くの、一人で行くよ今日は。モデムの問題こそ。最近散歩した？いや、コンビニしか行ってないな。うん、コンビニしか行ってない。タバコ何吸って、だからマルキンだっつってんじゃん。なあ、お茶わけはタバコ吸うわ。夜もやりますか？わかんない、ちょっと一回ちょっといろいろ考えるわ。まあ夜もちょっと試したいけどね、そのルーター元に戻すにしても、うん、ルーターを元に戻すにしてもちょっと、運転気をつけます。モデムルーター付属のに変えた方がいいんじゃない？付属の、明日卒業式、俺も卒業してや、もうさっさと、もう人生卒業してや、こんな今の気分。赤西に見えるんだが。え、赤西誰だよ。一通りかでもいいかんね。タバコは帰ってきたらわかんない。ちょっと人生卒業したくなるな、もう今こんな感じでさ、新しい ルーター買って、やっぱ何より、あと配信がね、あのね、うまくできないのやっぱりイライラするよ。あ、いや配信ね、やっぱね、できんのイライラするやっぱ。また違うルーター買おう。いや、いいや、やっぱ疲れた。黙祷した。今までイライラするし、そのうち打つ卒業よ。もうイケメンすぎる。卒業せずにもう少し留年。ルーターと語り合った気を大好きで。セシアガイザース。すかさ。モデム変え、まあモデムね。モデムね。モデムも変えたわいってのはね。まあ10年前からのやつ使ってるから。モデムね。まあまあでもちょっといろいろと。でもまあ、まあいいや。とりあえずこっちでまた頑張ります。はい。あ、時間は別にも見てる。はい。あとちょっと10分ぐらいで終わらそうかな。
お茶葉ガイザースお気をつけて頑張って。画面慣れてきた、イライラするよねって。うん、まあ、イライラする元気もねえよ今。イライラする元気すらないわ今。落胆してて無理です。大丈夫大丈夫、死ぬなら大丈夫。休日の昼なのに一人の今日休日だ、今日休みなの。てか DTM はエイブルトンライブ、え今日休日だ。ああ、え平日なんか休日ってさっきコメントあったじゃん。平日、平日じゃねえかよお前よ。おいさっきのバカ野郎なあ、平日じゃねえかてめえ、間違えちゃってごめんなっちゃいじゃねえよこの野郎、殺すてめえ。何や、何てめえ、調べてからコメント書けボケ。個人的に休日だったのか知るかボケ。お前それこそ知るかボケ。本当にそれこそ知るかって話だよ、個人的に休日だったらよ。本当によ。おいてめえ状況考えろ、今状況考えろてめえ。おいこっちが今落胆してイライラしてる時にな。いやまあちょっとまあまあちょっとキンキンはそんな感じになるかも。キンキンはこんな感じです。皆さんちょっと分かってくれたら、はい。もうなんなんだ、もういいや、あまいいや、もううん落胆してるよもう。こんなもんあったかいものを飲んで落ち着こう。セシアガーザース車運転気をつけて。うん、お外は大丈夫じゃないって、外まで大丈夫じゃなかったらお前本当にいいよ。お茶葉ガイザースね、政府から狙われてるしか思えねえもんなもん。なんで俺外がダメなんだよ、まあ、家に、ね、家の Wi-Fi とかねダメなのはわかるけど、外配信は別に普通にできるだろ。なあ、花粉やばい、やっぱ花粉やばい、あ花粉やばい。お茶若いぞ、明日。はい。いや、見張られてる。外な。ああ。でもちょっと、いや、元気出た。あで、お茶若いぞ、やっぱ、話すことによって目が覚めたからよかった。うん。話すことによってね、あの、お酒のちょっとね、フラフラもなくなってきたし。うん。そうそう、二日酔いみたいなのも全然なくなってきたんで。セシアカイザース。あいつは体調だし。R1 飲み続けると、そうなんだ。のこさんのおかげで布団から出れました。お子さんの配信見えて元気出ました。僕けど、なんか久々に配信する気がするな。最近けど、全然、ぼーっとしてたよ。なんかぼーっとしたり、いやぼーっとしたっていうか別になんかまあ動画編集とかいろいろやっ、あとね鬱っぽかったりしたな。んかまあ3月は2月3月はやっぱね運動してないからね、運動しないとやべえよな。てか大阪もうさ、やえちょっと大阪もうさ、そっか5日後とか4日後とか、えちょっと来週だもんもうな、何え5日後6日後ねえ。ああいうのこさん、イエーアイアム新生かまってちゃん、うん、レジェンドマン、リアルレジェンドマン、6日後そう来週、ひえー楽しみだ、楽しみだ、体動かさないとな。ゲネいつですか、明日スタジオ練習。明日はそう、明日ゲネある。楽しみだ。久々の遅が。バイブス上がってますか？上がってるわけねえだろ、今。なあ、こんな気分でよ。
でも楽しみだよ。うん、今は全く上がってない。大阪ではお茶爆発です。うん、大阪はユーロ配信なのかなって。え、あ、そういうのない、そういうのないっすよ。うん、ツイキャスで見る。そう、ツイキャスはやります。大阪勢です、今は。キャリーちゃんのこと教えて。何をだよてめえ。だからちゃんとさ、あの中身を言えよな。キャリーちゃんのこと教えてって。俺キャリーちゃん全然もう会ってないな。けどほんとお茶爆発なんです。キャリーちゃん全然ね、全然もう何年間か会ってないよ。俺も喋ってもいないし、キャリーちゃんのバスとか知らねえ。おっぱい揉んだことねえよ。まだ時間大丈夫ですか。うん、同じ事務所だよ。同じ事務所だけど別に、それこそアンボルデフェスとか、なんか自分の事務所のフェス、ワーナーフェスとかね、なんか、たまにカクつく、そういうの、ある時じゃないと会わない。焼肉の約束ってなったの知らない。いつのそれ。焼肉の約束って。覚えてないよ、俺。ガールだ。キャリーちゃんの家を教えて。俺知らないよ。うん、知ってても言わねえし。バカなのお前。死ねえよ。な、精神薬ありがとうございます。初見です。ありがとうございます。初見でありがとうございます。事務所じゃなく、レーベルでは。深瀬に来て、なるほど。キンバ今から来るみたいよ。キャリーちゃんなんか変わった。変わったって別に。なもん。ね、年取ったってか。で、年変われば、年取れば別に変わるとこは変わるだろ。うん。わーなーと。うん。今焼肉屋入ったら僕の戦争流れてんの。流れてるらしいっすね。なんか。うん。それで、僕の進撃ファンの人は、リヴァイと焼肉だってことで、なんかやるんじゃないですか。ね。愉快だね。愉快だと思うよ。ああ。最近映画見ましたよ。だから見てねえって。新映画見に行かねえよ。なんでパフィアも髪型変えちゃダメ。知るかバーガー。死ねえよバーガー。俺に聞くな。焼肉屋で僕の戦争隊。知らないよ。それも流れてんのか。エヴァ評価悪いね。なんか俺ネタバレすれで、もうエヴァンゲリオンは、新エヴァネタバレでもう全部見た。だからちょっと俺あんま話さない。うん。あんまり言わない。まだ見てない人いるっしょ。うん。つるぎさんの見に行かないの。いや、つるぎさんのも全然見たいよ。なんかあれも楽しい。なんかすげえ受けてんじゃん。なんか面白いらしいじゃん。評判悪いのかって言わない言わない言わない。ちょっとネタバレ言いません。うん。ネタバレお前らもコメントで言うなよ、この野郎。言ったら本当にブロックしてっかんな。モノくん見たの？え、モノくんって見たの？映像が違うね。え、微妙だって言ってた。あ、モノくんは見るって言ったけど、もう見たんだ、あいつ。早えな。見たくなかったのに、ツイッターの、ネタバレね。まあ、とりあえず俺は見ないよ。うん。モノくんは見たんだ。うん、俺はけど、見に行く気はないな、別に、エヴァンゲリオンは。エヴァンゲリオンは、急激上場、ああ、急激？だから俺もそうだよ。急激見に行ったよ。うん。俺も、急激、そうそうそう。急激見たの。だって俺、いつだろう。昭和5年生とか、6年生だっけ？確か。で、まあ、俺はもうそれで終わったから、エヴァンゲリオン。うん。初一に見に行った。モノくん？ええー。俺のエヴァンゲリオンは、もうその日で終わったから。いい終わり方だった、ほんと。急激好きなら、新チラって何が？新チラって何？エヴァは誰が好き？碇玄道だね。まあ、シンジ君も別に嫌いじゃないけど、碇玄道が好きかな、俺は。なんか、共感できる。なんか共感できる。俺は。あの感じ。まあ、碇玄道とかほど不器用じゃないと思うけど、俺は。なんか、
なんだか共感できるっていう言い方あれだけど、なんか言動好きなら見とくというかということ、その新エヴァということ。いや俺ネタバレ見たけど、まあいいや、もう言わない。宇多田ヒカルの曲は聞いたよ。まあまあまあ別に俺あんまりだけどね、うん、あんまり別に宇多田ヒカルの曲、そうエヴァの曲は別になんかあんまりなんだよね。あいつロリコンじゃない、誰がロリコンなの。エヴァの見どころ、のこさん目線で聞きたいです。見どころやっぱりあれっしょ、なんか庵野さんの、庵野監督の庵野秀明のもうやっぱり自分をね、なんかいい感じにブワーって出してて、内面を。だってもうシンジ君はだって庵野くんじゃん、庵野秀明じゃん、うん、シンジ君は庵野秀明じゃん。まあそういうとこだよね。私小説すぎるって、いや別にいいじゃん、別にいいじゃん。作品なんてそうであるべきだと思う。俺は作品なんてそうであるべきな。音楽でも映画でも何でもいいけど、うん、作品なんて俺はそうだと思う。うん、私小説でいいじゃん。むしろ私小説な方が俺は芸術性あるんじゃないかなって思うけどな。こんにちは、庵野の人生作品だな。だから俺ネタバレ見たけど、新エヴァもなんかそんな感じなんでしょ、今回の今作も。新エヴァもそうなんかそういう感じなんでしょ、庵野さんが結婚してみたいな。そう、庵野さんが結婚したからみたいな、それの影響もあるみたいな。うん、でもそれもそれでいいじゃん。俺多分新エヴァ見たら楽しめるんじゃないかなと思って。だってそれも含めてさね、おちょまくありがとうございます。ウルトラマンどうでもいいよな、ウルトラマンレオは好きだったけど、幸せな、なんかすげえ2ちゃんとか、ね、叩かれたけど、2ちゃんとかツイッターとかで叩いてるやついたけどね、新エヴァをね、なんか幸せ作品、幸せをただ見せつけられたみたいな、うん、叩いてるやついたけど、俺みたいにね、昔のエヴァが好きだったみたいな、テレビ版とか、うん、逆にだってそれダセーよって思っちゃう。だって庵野さんは、庵野秀明は昔から自分の私小説、本当自分の内面、人生をそのままエヴァンゲリオンにやってきたわけで、それをなんか鬱っぽい面しか受け入れられないみたいなね、ダウナーな鬱っぽいね、ね、結婚する前のうつ病の庵野さんしか受け入れられないなとか言ったら、俺に例えれば新生活はこの先ね、のこさんがもっともっと幸せになって、幸せな曲しか書けなくなって、ああそれはもうね、あの子が幸せになって、それはちょっと俺はもう違うわ、私は違うみたいなやついたとしたら、まあそれはそれで別にいいけど、俺はでも俺は客観的に見たらそれをね受け入れられないっていうのは、なんか、うん、違うんじゃないかなと思うけどね。だって今まで幸せになっちゃいけない、だからその分も含めて全部出してるわけじゃんね、全部出してるから、逆に俺はすげえと思う。うん、だから変わってないわけよ、結局変わったっていいね。それはなんか庵野秀明も、まあなんか俺はネタバレはしないけど、庵野秀明はその変わったって言われてるけど、変わってないから今の幸せな部分こうやってドカーンって出してきたんじゃないの。俺はちょっと見てないからなんだけど本当に見てねえから悲願でしまうかもしれない。悲願、嘘、あ、まあまあそういう人もいるんじゃない、別に。うん、悲願でしまうっていうのはちょっとね、やっぱ器が狭いよ、ね、うん、器が狭かったりするんじゃん。だってそんな自分は自分で他人は他人じゃん、所詮。うん、俺いつも言ってるけど、他人と比べてるからいけないんだよお前ら。いつも言ってっけどさね、他人と比べてっから自分の人生をひがむとかね、
自分は自分、他人は他人じゃん。俺時間、まあそろそろちなめるわ。まあでも僕はとりあえず新エヴァはまあまあいいや。金曜ロードショーとかアマプラであのね、あのやればちょっと見よっかな。金曜ロードショーとか、そうそう、アマプラで、まあいつかでもどうせやるっしょ。いや、いつか多分いいんじゃん。おはようございます。そろそろじゃあ僕病院行ってくるわ。アマプラで見れるの今見れるわけねえだろバカ。今さ公開したばっかのに、何なのこいつ。アマプラで今見れるわけないじゃん。映画館で今上映されたばっかだよなあ。お前脳みそ入ってんのか本当によ。いつか見れるかもしんないよって言ってんの、来年とか。ここまで言わねえと分かんねえやついんのここまで言わねえと分かんねえやついんの脳みそ入ってんのかてめえ当たり強いなって。優しいだろなあ、優しいだろ、こんな丁寧に教えてやってよなあ。優しいだろむしろ。でもちょっと今のところまだね、電波なかなか不安定なとこありますけど、またちょっと心療内科から帰ってきて夜とかわかんないけど、一回やってみよっかな。でもなんか絶対無理な気すんだよな。ルーター元に戻さねえと。おちょばくあざす。脳みそ。いや別に簡易配信とかじゃなくて、試してみて。再起動も試して、まあまあでも、なんか元に戻すのが一番無難なのかなって思うけど。おちょばくあざす、電波良くなりますように。いやいや、もうこれ誰に聞いても分かることじゃねえや。静止薬ありがとうございます。電波安定しますよ。まあ悔しいけどまあいいよ。モデムと変えなさい。まあモデムね。とりあえず今日の夜このまま試す。まあちょっとその時考えるわ、いろいろと。お疲れ様です。その時考えるわ、今日の夜試すかどうか。ね、その時ちょっと考えます。お疲れ様です。ちょっと行ってくるわ。はい。ねえモデムね、リプもありがとうございます。お邪魔くださいます。そう、ちょっと心療内科行きます。お疲れ様。行ってらっしゃい。お疲れ様。運転気をつけます。でもちょっとまあやっぱ喋って目が覚めたからよかったわ。チア逆転も直さないといけないしね。俺最近チア逆転また知ったんだよ。朝6時寝たりとか、チア逆転してたんだよまた最近。そう、ちょっと今日からまた直すわ。目覚めて、大阪だって6日後 ?5 日後でしょ。マイスリーありがとうございます。お気をつけて。大阪のライブ5日後ってか、もうだから前乗りだから、そう、前乗りだから、そう、前乗りだから5日後だよ俺は。前乗り出前じゃねえ前乗りだから、そう、5日後、俺はもう5日後だよ。いやーちょっともういいや。じゃあちょっとね、本当昼夜が来てなお、そう、5日後ですよ。もう大阪2年ぶりだからね。久々のビジュアルだし2年ぶりだよ。まあまあ焦られます、まあね、前日入り、前乗り4日後には身支度。そうもうすぐ。はい。車で来んの？車で
7時間運転していくよ。おい車、1年と4ヶ月、ああじゃあ2年ぶりですね。お疲れ様です。ちょっと電波ちょっとね、またいろいろもろもろありますけど、まあちょっと夜も配信するかわかんない。まあまあその時また、その時またね。うん、とりあえず俺はもうそろそろ出るわ。久々の遠征、うん、またちょっとね自己ランを楽しみ、はい、また久々すぎて泣きそう。当たった人はね、まあツイキャスもやるんで、当たった人はね直接は久々みたいな、はい、夜まあまあわかりますよ。ちょっとまたその時に、はい、ちょっとまたね、はい、ありがとうございます。うん。